新型 FFM 建造計画で、企画提案で、防衛装備庁が、三菱重工と JMU2 社と契約したとの情報をキャッチしました。今回は、新型 FFM 建造と性能について、詳しく見ていきますね。やはりもが、身型は12隻で終了みたいです。しかし、画期的な護衛艦で国連を恐れてますね。海上自衛隊の艦艇の中で最新鋭の護衛艦であるのがもが身型で、従来なかった艦種番号の FFM を付与され、胴体として久々のフリゲート艦で、かつステルス性に加え、対機雷戦闘能力をも備えたものだ。もが身型護衛艦は、昨年2022年に1番艦、もが身、2番艦、熊野、3番艦、の城が、そして、今年2023年3月には、4番艦、三熊が就役しており、さらに、年末には、5番艦、矢作もここに加わる予定である。以後ももが身型護衛艦は、1年に、2隻のサイクルで就役が継続され、最大では、22隻までの建造となることも予想されていたが、2022年12月16日に、新たに閣議決定を受けた防衛力整備計画によって、その方向性は変化した。防衛力整備計画とは、以前は中期防衛力整備計画と呼称されていた文書名が今回から改称されたもので、同様に防衛計画の大綱も国家防衛戦略と呼称が変更されており、前者がおよそ5年、後者がおよそ10年を基本に更新される。この防衛力整備計画内で、現行のもが、身型護衛艦を、12隻で、一旦建造終了とし、代わりに、新型の FFM を10隻建造する計画とすることが謳われており、防衛予算のくくりでは、令和6年度分からが、これに該当することとなる。も、が、身型護衛艦は、前述した通り、海上自衛隊の艦艇の中で、初の FFM という艦種記号を付与されたこと、コンパクトでステルス性を重視した艦隊に、対機雷戦闘まで包括する多用途艦だったことから、大量建造が予期されていた。しかし、今回防衛力整備計画の中で、あえて、新型の FFM10隻の建造が打ち出され、もが、身型の建造が12隻をもって終了することが確定したということは、部分的な改良に止まらず、新型艦の建造を基とする何かがあったのかもしれない。防衛装備庁では、今回の防衛力整備計画で新型 FFM を建造すると決定されたことを受けて、2023年1月末に、新型 FFM に対しての企画提案を行う事業者の応募を募る動きを起こし、内容の説明会も続けて実施した。結果、この新型 FFM に対しての企画提案を行う事業者としては、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみが応募、競うこととなり、前者と1540万円、後者と1496万円の契約を、2023年3月末に交わした。防衛装備庁が新型 FFM に対しての企画提案を行う事業者の条件として求めていたのは、新型 FFM を建造可能な体制を持ち、それに必要な技術と品質を備え、総合的な建造の能力を有しているというものであった。これに先立ち、事前に実施された調査にあたっても、新型 FFM に求められる機能や性能面について、そうした実績を持つ事業者は、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社しかないことが、事実上の結論としてあった。加えて将来的にもても、この2社以外に、新型 FFM の建造に必要な、技術的、設備的な能力を有する、もしくは、
その可能性があると考えられる事業者はなく、要はこの2社しか、今の日本で、護衛艦の建造が可能な事業者は存在しないという状態だ。今後の流れとしては、新型 FFM に対しての企画提案を行うことに決まった、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社が、2023年8月末までに、その内容をまとめて、防衛装備庁へ提出する運びとなっている。これを記述している、2023年5月の段階からしてみると、あと3ヶ月ほどという、短い期間の中で、新型 FFM の企画提案を、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社は、行うスケジュールとなっており、かなりタイトな印象を受ける。そうした、タイムスケジュール的な制約を考えれば、個人的には、新型 FFM と呼称してはいるものの、現行のもが、身型から抜本的に変更された設計を一から作り上げるのには、かなり厳しいのではないかと感じている。こればかりは、2023年8月末の期限までに出されれる、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の企画提案の内容が明らかとなるまで、何とも言えないのだろうが、素人目には、時間が少なすぎるように映る。さて現行のもが身型護衛艦だが、その建造が公にされたのは、2013年12月のことで、当時閣議決定された26機の中期防衛力整備計画と、25機の防衛計画の対抗によって、従来の護衛艦数を7隻増の54隻体制とする中で打ち出された。そこでは求められる新型の護衛艦について、多様化する任務に対応可能で、かつ船体はコンパクト化することがコンセプトとして掲げられており、DEX、多機能護衛艦という呼称で、その実現を図ることが表明された。この DEX、多機能護衛艦は、翌2014年には、対空兵装、対艦兵装ともに、従来の護衛艦よりも、軽微なものと、する予想図が示され、続く2015年度に、大まかな使用案がまとめられ、2018年度からの建造を基としていることが明かされた。この時点では、DEX、多機能護衛艦は、従来の艦首記号で UDE、沿海域防備用の小型護衛艦や DD、汎用護衛艦と異なる DX、3000トン型将来護衛艦と呼ばれるようになり、徐々に、計画は具体化していった。こうして、DX、3000トン型将来護衛艦の新造は進められていくが、同艦では、防衛装備庁側が、仕様を決めて建造する、事業者を決めるという流れではなく、建造を請け負う事業者から企画、提案を募る手法が試みられた。2017年2月に、この手法での企画、提案を事業者から募った結果、三菱重工業者、ジャパン、マリンユナイテッド社、三井造船社の3社が、これに参加し、比較検討の結果、同年8月に、三菱重工業者が、最も高い評価を獲得する。この時の2番目は、三井造船社であったため、同年11月に結ばれた建造契約においては、三菱重工業者が、メインで建造を担当し、三井造船社が、その下請けを行う形で、実際の建造が進められる形となった。話は、前後するが、DX、3000トン型将来護衛艦と、呼称されていたその規模は、各種の機能を盛り込んだ結果、基準排水量は3900トンまで増加しており、満載排水量が5500トン、全長が 133.0M、全幅が 16.0M となっていった。こうして、仕様が確定した新型護衛艦は、2019年10月から、1番艦、も、がみを、三菱重工業者の中崎造船所が担当。2番艦、熊野を、三井造船社から、三井&S社となっていた、
浜の艦船工場が担当して建造が開始された。続く3番艦、能代、以後、7番艦までも、主事業者たる三菱重工業者が建造を行っているが、8番艦を担当する三井&S社は、今度は三菱重工マリタイムシステムズ社へと艦艇事業を譲渡したため、最上型すべては、結果、三菱重工業者系企業の建造に収束する。一方のジャパンマリンユナイテッド社は、かつて IHI 社の子会社であった頃からも通算して、今、まさに、航空母艦化改修が進行中のヘリコプター搭載護衛艦出雲、型2隻と、最新鋭のイージス護衛艦マヤ型2隻を建造した実績を持つ。こうして、並べで記述してみると、海上自衛隊の護衛艦の建造という点においては、三菱重工業社もジャパンマリンユナイテッド社も、相応の実績を重ねていることは間違いないが、その企業としての規模には、大きな隔たりがある。三菱重工業社は、護衛艦の建造は、もとより、日本を代表する重工業企業で、様々な民需を含め、2023年3月期で、売上高1兆5494億、経常利益893億だが、ジャパンマリンユナイテッド社は、2022年度で、売上高2133億円、経常利益は4億円だ。ジャパンマリンユナイテッド社は、輸送用機器である各種船舶を建造する造船業ではあるが、決して大企業というわけでもなく、利幅が薄い護衛艦の建造事業を他で補填できる分野がないにもかかわらず手掛けてくれている。未だ、日本の大マスメディア等に跋扈する軍事機器の論者やそうした記事においては、いかにも軍需品を生産する企業が、私欲のために、日本の軍備を煽っているかのような論調を見かけるが、実態とは乖離した暴言としか言いようがない。